ちの会社は今20代から60代の年代の方が多くて、その中でも女性の方も働いております。とってもなんか雰囲気のいい会社になっております。帰ってきたドライバーさんたちが結構皆さん集まって仕事の内容などいろいろ楽しく談笑しているのをよく見ます。先輩方が丁寧に仕事を教えてくれるので不安もなく1日仕事に専念することができております。全然今までとは違う職種から来た方が多いので、倉庫をまたドライバーのそういう仕事を一つ一つ教えるようにはしております。アットホームな会社なので、その今までドライバーをやってなかった方でも十分やっていけると思うので、ぜひよろしくお願いいたします。タルク材という、中国とかからの輸入の、製品をですね、主に関東一円に、配送している、運送会社であります。ドライバーさんに至りましては深夜になってしまうんですけど、まあ、大体2時から3時に点呼を取って出庫しまして、夕方の4時とか、まあ、5時までには帰庫点呼を終えて、まあ、自宅に帰っていただくっていうサイクルになっております。事故を起こさないっていうのは一番のメインにはなってくるんですけど、やはりまあその中でもですね、やはり私の中で思うのが、トラックっていうのは必ず社名が載ってますので、ドライバーさんは私からすればもう走る名刺という形で、まあ本当に花形の職業だと思ってますんで、荷主様に対しての、まあ、接客の態度でしたり、まあ、そういう挨拶とか、あとは身だしなみですかね、やっぱそういう些細なことをがしっかりできる部分でも、まあ、評価の対象として評価させていただいております。アイリンクグループ全体もそうなんですけど、代表の言葉で好きな言葉がありまして、家族を一番に大事にする会社っていうのを売りにしております。ドライバーさんと会社の方と、まあ、うまく相談しながらですね、いい運行ができればと思ってますので、ぜひ新田の運輸よろしくお願いいたします。ドライバー求人サイトの